19階層。1フロアで7体は何かかるから。残りキャラ数心配だよね。ってわけで。初回限定猫缶750個使って新規を当てちゃおうって話。別に超激レアいらないから。レア残り3枠と激レア1枠。新規4体以上出てくれないかな？持ってる。なぜ被るんですか？そしてここで戦力確保。激レアなので今の状況でもレベルは上げれるね。まずは1体。最悪空き枠が埋まればなんとでもなるので。育成できなくてもいいから新規欲しいな。そしてここで新規超激レアゲット。強かろうが弱かろうが関係ありません。頭数を増やせれば文句はないよ。レベル1でも枠は埋めれるので。使えないキャラでもウェルカム。これで新規3枠。当然まだ足りないんだなこれが。開催期間を考えて。残り何が当たるか期待。ここで被るんですか？贅沢言わないから超激レアでよかったんですよ。あとはレア3体と超激レア2体。とりあえず進めていけそうならガチャ挑戦しましょうか。ご視聴いただきありがとうございました。また見てくださいね。プラチケ3枚あるから使うってのもあり？